はい、皆様こんにちは、リフトドゥンケルハイトでございます。スプラトゥーンの実況をプレイ続けやっていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。はい、現在のステージはハコフグ倉庫と金目鯛美術館です。またハコフグ倉庫やないかい。またかよ、ハコフグ倉庫多いな最近。まあ好きなステージだから別にいいんですけど、なんだっけ、なんだっけ、なんとかパーキー、タチウーだが続くよりは全然マシなんですけど、で、まあ、金目鯛美術館が出てくれたらいいなと思ってこれを持ってきたんですけどね。さて、皆さんスプラ2の試写会やりましたか？どうでしたか？まあ、私は動画出した通りやってきたんですけれども、まあ同じ武器とかしか出ないんでちょっと2日目飽きてましたけどね。あんあん、はい、はい、いらっしゃいませ。よいしょ。どう、あれスプリンクラー届いたのかな。今の奥に向かってスプリンクラーをやりたかったんですけど、スプラ2ではなんかマークが、イカの上のマークあるじゃないですか。あれがこう、あお、なんかこう敵が落ちて、敵とか味方が落ちてるかとか、常に味方が、あお、どんな武器持ってるかとかが見えるのがいいなって思いましたね。ただまあ見えない方がこう見えないなりのね、楽しみ方もあるような気もせんでもないんですけど、まあ、深く追求してはいけない、そこは。おいしょー、あ、逃げた。あ、そこのスプリンクラーちょっと活用したいな。はっ、常にあれで、あー、壊された。常にあれで、あ、ミスった。常にあれで敵と塗り合うっていうのをやりたかったんだけど、壊される、めっちゃ狙われる。そんなにダメ、そんなにダメ、私のスプリンクラーそんなにダメか。あ、基本的に私前出ませんからね、いつものことですけど。普通に味方が落ちてるとかそんなことはなさそうか。どうだろう、どう思います、3番目の味方。あ、生きてる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 じゃない、落ちてない落ちてない、よかった、落ちてないわ。あー、違う、そこちゃう、そこじゃない。よいしょ、なんかこの辺が塗られてるの好きな、それかい。ちょっとそれ使うわ、塗り、なんでや、なんで壊されんねん私のスプリンクラー、さっきから。おっかいや、そこ塗っとこうか。いや、ダメだ、味方が来るわ、もったいないわ。よいしょ、だって倒しに行くのもどうかなって思うんだよな、あれ。もはや私はもうスプリンクラーで塗りを防ぐことに必死である。危ないね。よいしょ、っていうか味方の武器とか全然気づかなかったな。こういう時にね、プラス2だったらこう確認ができるんですけれども、それができない。よいしょよいしょ、あ、すごいすごいところにスプリンクラーついてるの、あれあれいいな、あれいいな。ちょっとそこの大王の味方大丈夫か、大丈夫だよ、大丈夫か。どうする、はっ、いないわ。 OK、 最後にちょっと突っ込んで敵倒せたらいいなと思って、一回ミスって、あっ、やんなければよかったって思ったけど、なんとか倒せた。うわ、すごい、自分のリスポーン地点の塗られ具合がやばい。まあ、チャージャーが二人いたからかな。あ、一人落ちてる、嘘、え、確認した時いましたよね。ギリギリで回線落ちしたのかな。さて、え、もう一回、まあ、このまま行きましょうか。はい、金目鯛美術館来た、よかった。いや、これでハコフグ連続してたらちょっとダイナモを持ってきた意味があまり。こうね、スプリンクラーをつけまくるのでね、楽しいんですよこのステージは。例えばそこ、これでね、だいぶ塗ってくれるんで、まあ味方に結構塗られてあんまり塗るとこないんですけど。そして次に付け替え、ここ、まあ私はだいたいあそこにつけます。真ん中につけてもいいんですけど、真ん中ね、私はそれよりもこっちにつける方が多いかな。で、まあ、ある程度時間が来たらつけるみたいな。あ、インクはない。落ちてくるか。いやいや、ここ塗らせてもらおう。味方は大丈夫？おっしゃー、塗らせてもらおう。なんだ、なんだ、トルネードラッシュ、トルネードがいっぱい来るぞ。プラ2では、なんだろう、着地がトルネードみたいなもんなのかな。最後の最後にね、撃てるって意味では非常に似てるよね。最後の最後の時間切れの瞬間に撃つみたいな終わり方ができるのはスーパー着地ぐらいなもんで、あとのやつはいにゃーん
めっちゃリッター見とったやん、あれ。よいしょよいしょ、いるな。間違えた。おっと、ほいほい、抜っといて、危ない、危なかった、切実に危なかった今。ちょっとここ落とすわ。よいしょ、あ、すごっ、今二人真ん中に死んだんじゃないかっていうぐらい急に死んだぞ。よいしょ、にゃー、足元なんかこの辺とか結構濡れてる気がする。塗られ、塗りちゃう、塗り返し、もう日本語が死んでる、さっきから。降りていいかな。で、ある程度余裕ができたら、はい、どうしようか、つけといてあげようか。私は前に出ないけど、とりあえずつけといてあげる。ここかな、あそこにリッターがいますね。横から来てる様子はないな、誰かが。おっと、あー間に合わなかった、私の振りの方が早く決まっていれば1キルになったのに。まあしょうがないな。いや、こっちより、こっち、あ、いるいるわ。ほう、はい、なるほど、スプリンクラー落ち着こう。ほっと、2人いった、あーぶねー、うわ、よくよく頑張ったな私。落ち着け、よし、はい、無視をする、塗っていく、ついでに、あー、トルネードか、こうわ。いやー、さっき2人倒したのでかかったな、奇跡的だったけど。危なかった、よかった、いやーよかった、あそこ逃げ切って倒したのなんかよかった我ながらよかった。いやー、あー頑張って塗ったっていう感じです。どういうことや、お、あ、まだやな、まだ1個目ですね。お金貯まったけど、お金貯まったけどじゃないな、まあいいや、やめよう。はい、決めた美術館2回目。いやー、ちょっと今スプリンクラー付きじゃないしな、トルネード持ちのバレットスピナー、あ、なんかすごい重い編成、何この重厚感たっぷりの編成すげーな。いえ、ちょっと待って、私以外チャージャー系じゃん、これ死ぬなこれはダメだ、これはいくらなんでもきつすぎる、いくらなんでも、私だってそんな前に出るような武器じゃないんだぞ。いや、きついなこれ。とりあえず適当に、あ、もっと味方じゃない、敵の肉が濡れてるとこが良かったな。あー失敗、乗りたかったのに。でも今回私、あーらばー、じゃあスプリンクラーすら持ってないのに、きついな。濡れる、あ、だってこれシールドだもん、シールドだもんな、きついな。わい、きついぞー、だいぶ。どうしよう、お、円筒かな、惜しいな、今いけたぞ。あ、大王じゃない、大王待ってたけど、バリアー、イエーイ、バリアー、バリアーかっこいい。あと一発なんだけど、それで一発が当たらない、腹立つ、あー私のシールドが、ちょっと待って、もうちょっとであれたまるから待って。 OK、 止まった、狙い撃ち、あ、どうだろう、あ、よかった、メガホン来てなくてよかった、マジ、あ、ダメだな、ずれた、ギリギリ、オッケーシールド、もうちょっとシープ頑張れ、いや危ない、やめてくれ。いや、きついな、ほんと前出れないしな。でも、なんだろう、なんだろう、チャージャーの割に前に出てる人いたような気がするんだけど、すごいな、その姿勢には非常に反復いたしますが、あー倒させて欲しかった。そう、この状態どう動くんだよ私は。いや、でもとりあえずバレル好きなんだから無動で、全然見えてねえあいつ。でも一旦引っ込みます、そして塗りを稼ぐ。
お、すごいな。お、すげえ、なんで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 今だったの？トルネードかな？よくわかんないけど、なんか当たったぞ。とりあえず、ばらまく。とにかく、あぁ！まじえ！あぁ、降りた！危ない！相打ちにまで持っていけた。いや、味方んとこ飛ぶ感じがないな、これは。だってどうしようもないもん、これ。チャージャーの割り、大丈夫この人、この人どうした、諦めたか、諦めんのよ、そこでなんで諦めるんだよ。ん、今なんかバチッてたぞ、誰か登ってたのかな、わからん、待て、来るんだ、来るんだ、インクがない、あと、おっと最後、今最後に2人行ったぞ、なんで、なんか奇跡が起きたな、さっきから微妙に奇跡が起きてんだけど、全然塗ってねえとかあるし、全然塗ってねえとかあるし、敵が。いやー、ものすごい編成だったな。でもなんかすごいね、ヒッターの人とか結構前出てたよ、その姿勢やよしって感じなんだけど、いやー面白かった。さすがにちょっとこの部屋はきつすぎるので変えましょう、部屋だけね。はい、あ、すごい、なんかこうちゃんと 2-2 で収まることが多くていいな、なんかすごいな、こんな運、こんなとこで運使っていいんだろうかって感じたんですけど。というわけで、まあ、さっきよりあれはいいですね、バランスは。ただ向こうにあの長射程がいるけどこっちには一人もいないっていうね、私が一番の長射程だっていうのが、それがちょっと悲しいよね、それはちょっと悲しいよね。味方に頑張っていただくしかないんだけれども、あー、くそ、待って、もうちょっとだけど、ちょっととりあえずずらせて、よし、この辺にいるんじゃないかと、うん、ま、当てが外れました。そこを進んどくべきか、よいしょ、とりあえず安全を確保しつつの塗りつつの逃げる。リッターのマークがあるなあ、味方、わーい、頭を出したら死ぬから頭を出さない、おっしゃ、危な、この辺とか塗っとかないとな、どこだ、結構近くまで来てんな、うん、そこ当たるんかい、もうちょっとで、ね、あれだ、トルネードたまるなーと思って待ってたらそこ当たるんかい。でもとりあえずリッターの居場所は把握したから、トルネードさえたまれば狙い撃ちはできるけど、その前にまた死ぬかもね。よいしょ、塗りつつ、ただ隠れつつ、よし、この辺濡れてない、よし、ただまだいるかどうか分からない、あれ撃ててねえし。二人いったぞ。なんかさっきから二人抜き多いな。なんでだ。リッターどこだ。そう、偵察ついてるので、ね、一旦待って。溶けた。ほい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 。はい。とりあえず。おいよ。やめて、そんな隙間から撃ってくんの。おい、隙間を狙ってくるなら、あっ、手、隙間狙ってくるならその隙間を狙う。ちょっとさっきここリッターに撃ち抜かれたところだから気をつけろ。リッターどこにいる、うわっ、あぶねえ、あぶねえ、危な、怖い、いやあ、危ね、すり抜けたぞ。いや、危なかった、カーボンだったら死んでいた、あー怖かった、なんか勝ったけど、なんかあんまり何かした感がないけど、なんか二人抜きが多いなっていう印象でしたね、今回の動画は。はい、あー、まだたまらない、
ランクも上がるのだいぶ先だな。頑張って勝たないと。はい、という感じで今回はダイナモとバレルスピナというえらい重い武器でね戦ってみました。まあ私の中距離っていうか後方支援がはい好きなので、こういう武器の方が実はよくやってます。という感じで今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。